それではこれより八戸飛躍の種を求めて金指海岸三陸復興国立公園指定と題しましてパネルディスカッションを始めさせていただきます。本日のコーディネーターをご紹介させていただきます。高畑典子様です。高畑様と、パネリストの3人方の、プロフィールは同封の資料の中にありますので、こちらをご覧ください。それではここからの進行は高畑様にお願いいたします。はい、ありがとうございます。マイクをお預かりいたしました。コーディネーター役を務めさせていただきます。高畑と申します。改めまして皆様、お晩でございます。皆様、初めての新年のお晩ですと分かると思いますが、先ほども古田部長がおっしゃったように、三陸復興国立公園、種差が国立公園に編入される悲願の80年ということでございますので、皆様、これからのパネルディスカッションは明るく笑顔でやっていきたいなというように思っております。そしてパネリスト3名、とてもお話上手で、そしてネタはいっぱい持ってます。今日は種を求めてでございますが、ネタもいっぱいありますが、時間も限られているので、お参加だけは、多分言いたいことの3つぐらいしか言えないかと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいなというように思います。それでは早速テーマ、八戸の飛躍の種を求めて、種差海岸三陸復興国立公園指定からということで始めさせていただきます。それでは皆様から申し訳ございません、時間が迫っているので2分程度で自己紹介をしていただきたいなと思います。2分程度で、その後いろいろお話ししていただきたいと思いますので、それでは関橋さんからどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、関橋と申します。今東京に住んでますが、八戸の小高野と川岸生まれ出身で、家はずっと網元をやっていたので、漁師に囲まれて厳しく育ったので、ちょうどに八戸が漁業でものすごく一番盛んな時に、こう、子供時代からずっと成長してますので、今はちょっと、まあ、学生の顔はちょっとありますけれども、で、今仕事はですね、マーケティングの中でも特にブランディングっていう、こう、ブランド化するっていう仕事をしておりまして、皆さん今、ただいま真っ盛りの受験戦争の、こういうキットカットでキットカツってやります。これをやりました。ですので、今本当にこう、ネットをいろいろご覧いただくと、こういうキットカットがなぜ、こんなに、ただのチョコレートですよ、これ。ただのチョコレートが受験生のこうお守りになって、勇気を与えるかっていうようなことが多分お分かりいただけると思うので、そういうなんかこう、人の気持ちをこう応援するようなブランディングっていうのを心がけてやっています。いかがでしたでしょうか。かなり短かったかもしれません。ありがとうございます。高橋さんでした。続きまして高橋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。報道というところに所属しております高橋と申します。今日はお招きいただいてありがとうございます。私は神奈川県生まれでして、親父も九州出身ですので、実は恥ずかしながら東北のことは、この5年ぐらいまでほとんど知らなかった人間です。正直申し上げまして、初東北が八戸、という体験をいただきまして、それからですね、せんべい汁はあるわ、横丁はあるわで、もう、ざぶざぶずぶずぶ、八戸の魅力を、皆さんも含めて教えていただいてですね、すごくいろんな発見を本当に逆にいただいています。今、観光アドバイザーということで、拝命をさせていただいて、もう、5年以上、逆にそうなってるんですけども、今日は種を求めてということで、どちらかというと、これから八戸の観光が、お客様になってくる、首都圏とか、東北外の、目でですね、改めて八戸の良さとかですね、素晴らしさみたいなことを、勝手に、このところすごいですということを今日、お二方と、ここで高畑さんと交わして盛り上げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、木村さんお願いします。はい、皆さんどうもこんばんは。おばんでございます。八戸から、3人の中で1人だけ八戸から来ました。八戸せんべい汁研究所の事務局長で木村と申します。
まず、先ほど市長さんからの話もありましたが、昨年10月、北九州の2番グランプリで、八戸選挙人研究所のゴールドグランプリを、獲得することができました。でも、ひとえに、今日お集まりの皆様からの温かい応援、ご支援の、賜物だと思っております。八戸からも熱い声援をたくさんいただきまして、その結果が、ゴールドグランプリということになったんだと思います。まあ、いろんな、ゴールドグランプリの、余波がたくさんありますけど、基本的に私たちはその順位を目指してやっていたわけではなくて、B1 グランプリという、B1 グランプリをやるとですね、今だいたい200社ぐらいの取材が入っています。その中でいかに八戸のこと、そして八戸、せんべい汁のことを全国にアピールできるかということを常々考えて、活動してまいりました。で、八戸せんべい汁研究所というのは、せんべい汁を使って、ますけど、別にせんべい汁を売ってるわけではなくて、八戸を売ってるんだという思いです。我々のメンバーの中には、せんべい汁のせんべいを作ってるせんべい屋さんとかですね、せんべい汁をお店で出してる飲食店の人っていうのは、一人もいないんですね。快速上入られないという、規約を作っております。普段は全くせんべい汁と関係ないことをしているものが、昔から八戸にあったせんべい汁を資源として、町を売るためのツールとして使う。それを、ブランドにすることで、八戸に来てもらって、八戸でいろいろなところを、せんべい汁以外の美味しいものを食べたり、いろんなものを楽しんでもらって、八戸にお金を落としていってもらおうという活動を10年続けてまいりました。完全にボランティアでやってます。何回もですね、最初の頃は、せんべい汁なんか歌って誰が食べに来るんだよとか、よく言われました。せんべい汁なんか恥ずかしいから PR しないでって言われたこともありました。10年でもボランティアで、続けてきました。で、ある程度の形になりましたけど、ゴールドグランプリを取ったことにもよって、また新しい課題が次々と我々のところに今見えてきています。今日はですね、その、お二人とお話をしていく中で、会場の皆さんともお話をしていきながら、また八戸のためにですね、今後我々がどういう活動をしていくかというのを少し僕もこの会を使わせていただきながら少しですね、ちょっと明確にしていきたいなという思っております。楽しい会になればいいと思ってますのでよろしくお願いいたします。ちなみに私も自己紹介しておりませんでしたが、八戸市出身で、ホテル業18年勤めておりまして、今、八戸で自由業というか、充電中の身でございまして、今日は市に貢献するために、私も木村さんと一緒に八戸から参りました。そして、今日はこの4名で皆様と楽しく会話していきたいと思いますので、もし会場の皆さんお時間あったら、自分の訪問と勇気を持ってあげる方がいたら、喜んでお受けしたいと思いますので、最後までお付き合いをください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、先ほど市長のお話からもありましたが、八戸は金メダリストが出たり、それから B1 グランプリということで知名度がとても上がってまいりました。こういう浸透、全国的に浸透してきた八戸、これをより皆さんのもっと興味を持ってもらって、そして八戸に来てもらうにはどうしたらいいかということを、それぞれお三人の立場からちょっとアドバイスをいただきたいかなというように思っております。そういうことで、まずトップバッターは、八戸出身でありながら、世界いろいろ見ていらっしゃいます、関橋さんから、八戸に対してどのように興味を持ってもらえそうか、食いつきそうなものっていうのをお考えをちょっとお話ししていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。八戸出身で、こういうことを言うと、殴られそうですけど、八戸は、すごい中途半端なんですよ。はっきり言って。中途半端ですか？中途半端なんですよ。お宝が山のようにあるのに、それがもう小出しにいろいろこう出てるだけで、例えば東京の人、とか、東京以西の人に、例えば、魚が一番美味しいとこどこですかって質問すると、90% 北海道ですね。本当は青森の三陸の魚の方が美味しいのが山のようにあるんですね。ですけれども、人間はやっぱり魚、魚介って言ったときに、そういう短絡的なイメージしか作れることがなかなかできないんですね。で、八戸本当はロケーションも素晴らしくて、交通の便は東北の中でも随一と言えるほど素晴らしいわけです。ですから逆に言うと、非常に都会的な要素と、田舎の要素と、が、こう混在してるっていうか、どっちつかずでいるわけです。そこがすごくもったいない。いつもこう思ってるんですね。
ですから、ある意味で、極端に言えば何でもあるじゃん。何でもあります、八戸は。でも、例えば、マーケティング的に、ブランディング的に、例えば、コミュニケーション的に言うと、何でもあるっていうのは、トータルな魅力です。トータルな魅力っていうのは、ほとんど心に刺さらないです。みんないいです。ああ、そうですか。素晴らしい。終わり。ですから、そのみんないいというところを、どうやって気づかせてあげるかっていうことが一番重要なわけですね。ですから、その時々で、せんべい汁だったり、鹿児島だったり、金指海岸だったり、合唱道具だったりっていうのが点としてこう存在してるだけで、東京の人に何ら八戸っていうイメージがつながらないです。いまだに僕の友達聞いても八戸でもう3時間かからないで行くでうっそーって言われるんですよ、本当に。というぐらいに道のことずっと奥っていうふうにイメージがこうあるわけですよね。で、さらに言えば、青森イコール津軽なんですよ。悔しいことだ。だから、八戸ってどこだっけ？岩手？って言えばまだマシですけど。というぐらいに、こうものすごくイメージが曖昧にしてなっている。それを何とかしないといけないっていうことがすごくあるので、で、ですからみんな縁振りとかっていうのはどん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 こう、知名度が上がって、多分祭りランキングで20位以内に入ってると、20位以内だったかなと思うんですけど、なんと、三者大佐が影も形もないです。でも僕が小さい頃見た三者大佐と今の三者大佐、雲泥の差ですよ。僕も本当に数年前に今の三者大佐にびっくら覚えたんです。もうねぶたより何より素晴らしいというものがあります。それなのに、やっぱり来ないっていうのは、まあ、ネーミングの問題もありますし、PR の問題もありますし、いろんな問題があるんですね。ですから僕は、要するに、きっかけですね。まあ、マーケティング用語で言うとトリガーですね。引き金となるようなものが一つあって、それで引き連れてきて、すべての良さを伝えるっていうことがひょっとしたらできれば、あ、八戸って、すごいじゃんっていうふうに思えて、そこから口コミっていうのが広がっていくんです。で、先ほど、市長でしたけど、どなたかが言ったように、これからは団体客じゃなくて個人客を狙うっていうのはその通り、世の中はそれになってるんです。で、特にブランディングっていう皆さん思われてることと全然違って、高級なイメージを作るってことではないんです。個人に向かって、この魅力を好きになってくださいっていうふうなことがブランディングのプロセス。一人を落とす。こう、悩んでる受験生に向かって、一人一人にアプローチして、これを持ってると、カバンの中に入れてると、絶対勇気が湧いて、前向きになれるぜっていうようなことをやったわけです。で、10年かかったんです。本当に。10年前でやる。ただのウェハースチョコですよ。でも、ただのチョコレートがお守りになるように、八戸もすごい美味しい、魅力的なものが山のようにあるので、それをどうやって一人一人の人、東京異性の人の心に突き刺すかっていうことが問題なので、僕は、三者大祭をなんとか、そういうトリガーにできないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます、はい。地元出身ならではで率直におっしゃってくださいましたが、確かに当社の魅力がある中で、そのトリガー、引き金が必要で、それは三者大祭がそうならないかなというお話だったと思います。続きまして、高橋さん、お願いいたします。はい。私の方はですね、八戸の凄さっていうのをですね、率直に発見してしまったんですね、つい最近。何でしょう。ちょっとそれを、はい、ご披露させていただきます。皆さんが発見っていうふうに思われるかどうかはちょっと不安なんですけど。私はもともと旅が好きで、いろんなところに行ってます。インカ帝国のマチュピチュみたいなところとかですね、ボルネオ島みたいな、どちらかというと、その自然のワイルドで、
すごい古い文化があるっていうところが好きなんですけども、そんなような旅をしている中でですね、これちょっと実は単に休みを取って行ったんですけれども、本当にどっかで見たことあるなっていうような景色ですね、写真をこう撮ってきたのをちょっと見ていただいてるんですけども、例えば左の上の方は、もう先ほどから話になってます、芝があって、天然芝があって、海がすぐそばにあるとかですね。でちょっと行くと、これ灯台があると。これはもちろん、種差し海岸の入り口になってますよね。それから左下は、これ道路、こう岸壁というか、結構波も荒いところにこうあって、しかも車これ、左側走ってるみたいなところで、ちょっとどこだかわかりますか、ね、それから、岩手のこの北山崎でしょうか、こういう奇岩というか、こういう景勝地みたいなのもあります。それから、次に行っていただいて、お魚ですね。サバではないんですけれども、カツオなのかな、これ、魚美味しいです。それから、なんと馬も、パカ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 走ってて、気持ちよさそうに、海岸をやってたりとか、もちろんキャンプできたり、それから水がすごい美味しくてですね、橋上の方とか水すごい美味しいっていう風に見て、横丁でも随分、余韻が冷めたような気がありますけど、ここ、どこだと思います？なんだか。さあ、皆さんどなたか想像つく方いらっしゃいますか？ちょっと次の開いていただくと、これ、どこだかわかります？そうですね。これは大塚なんですけど、非常にさっきの光景と写真、重ねても同じような、すごくいいなっていうところがあって、実はこれ、ちょっと次見ていただくと、ご存知、オーストラリアなんですね。オーストラリアのこのちょっと右下に赤丸見にくいかもしれないですけども、メルボルンという大きな町の少し南にある、グレートオーシャンロードという、聞いたことある方もいらっしゃるので、次ちょっと開いていただいて、こう寄っていくとこんなような、まさに海岸線沿いが一本の道で繋がって、先ほどの風光明媚な、ものが出来上がって、これ自然だけではなくて、馬とかですね、食べ物みたいなものも、こちらは日本酒じゃなくてワインなんですけども、すごく繋がってて、いいところです。で、ここは世界遺産を目指して、年間まあ英語圏ということもあって、6000万人ぐらいの人が訪れる場所。で、ここを旅したときに、やっぱりどっかで見たことある。世界には、自分に似た人が2人いるパラレルワールドみたいな、もう一つの世界があるという言葉がよくありますけども、そんなような基地感を僕はここにいたときに感じたんです。で、もうちょっと調べてみるとですね、ここからが、すみません、発見なんですけども、次見ていただくと、これちょっと見にくいんですけども、世界地図で、さっきのここなんですね。で、8番目、ここです。で、なんだろうって見たら、ちょっと見てもらうと、次見てもらうと、ここ縦。経度っていうんですか、一つ、どっちかわからないですけども、先ほどのグレートオーシャンと、種差し海岸がある三陸っていうのは、やっぱり、縦系列が同じだったんですね。それからさらに横もですね、次に行っていただくと、これ赤道なんですけども、赤道からちょうど2マス半の、ところで、北と南に分かれているっていうようなのがあってですね、数字で言うと、ほとんど1度ぐらいしか違わない、ここに書いてあるんですけども、八戸の種差しあたりのところが、東京と経度と、グレートオーシャンロードというのが、こういう感じで、まさにその、世界の向こう側に八戸があるっていうのを、ストーンとして、で、ちょっと次は、これ、オーストラリアの人は、時々この、日本海の人が、日本地図、通常見られてると反対側にするように、オーストラリアの人は、南極の寒い方がこっちを見て、こっちが赤道で、こういう地図を使ったりするんですけど、なんとなくタスマニアのあるところが北海道で、津軽海峡で、ちょっと八戸のこう、ほんとこうなって使ったんですけども、いや実際寒流が流れて魚がとかっていうのも起こったので、38度のサバみたいな使いじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですけども、すごくこの偶然性っていうのが、いいなっていうふうに感じました。で、ちょっと申し上げたいのは、夢を大きくということですね。世界に通ずるような、価値というか資源を八戸は持っていると。種差し海岸。そしてもうちょっと言うと三陸海岸の方を持っていると思いました。
こういう、やはり日本の中でのっていうような、意識もありますけれども、復興というすごく大きな世界でも注目しているというところで言うとですね、まあ、大きく世界を目指して、日本を代表するような場所っていうふうに、一番最初の時期を見てですね、先ほど、関谷さんからお話しあったように、どこで絞って出していくのかということを感じました。そういうちょっとポテンシャルということで、発見ということで、ご報告させていただきました。ありがとうございます。世界の目線からの発見ということで、八戸が世界に通じるというのはすごくワクワクするし、これは6000万人は八戸にも来ることは可能であるということですね。はいはい、いや期待できますね。そういう中では、マルセが今度は世界の背を目指しているという木村さん、どうぞ一言お願いいたします。はい、まあ、そうなんですね。今年はですね、これは僕らがいつも着ているユニフォームで、こう、せって書いてあるんですけど、これは八戸せんべい師のせいだったわけですけど、昨年ゴールドを取ってですね、その直後にうちの田村という所長がおりますけど、所長が、これは世界の八戸せんべい師のせいだと言い始めましてですね、世界が急にまた大風呂敷広げて、困った街の曲はと思ってましたけど、なんか世界って言ってたらですね、今、にわかにいろんな話が飛び込んできていて、ちょっとまだ現実になるかどうかわかりませんけど、まあ3月もしくは4月に台湾で、まあ、せんべい師の PR ができるかもしれないというチャンスが出たり、まあ、秋口にですね、ハワイにも行けるんじゃないかという話も出てきたり、まあ、まだ途上なので、正式に発表できないんですけど、まあ、そんなことで、世界が急に近づいてきたような気もして、世界からも八戸に来てもらいたいなと思ってるんですけど、僕は12年ぐらい前やってるわけですけど、最初からよくはその八戸とせんべい汁って似てるなーってよく思ってたんです。その、せんべい汁って食べたことない人たちにとっては、中、せんべいがおつゆに入ってて、まずそうとかですね、気持ち悪いせんべいドロドロに溶けてそうだよねとかっていうふうに思われがちだったんです。だいたい食べたことない人の8割ぐらいは、せんべい汁っていうと、そうか、せんべい入ってるんでしょって、なんか気持ち悪いねみたいな話をされるんですよ。ところが食べてもらうと、せんべいってこんなに美味しいの、せんべいのこんな食感なんだ、せんべい汁って美味しいよって大好きになってくれて、ファンになってくれる人がすごい多いんですけど、なんか八戸もね、それにすごい近いなとずっと思ってましたので、八戸って、なんとなく、ね、直接旅に行こうと思った時真っ先に八戸って出てこないんですけど、実際来てみると横丁があったり朝市があったり、もちろんお祭りの時期のお祭りがあったりということで、そこに食と体験と触れ合いと、まあ、八戸の人がいるわけですよね。この人がおもてなしをすることによって八戸のファンになる人がものすごく多いですね。で、僕の周りもそう多くて、その B1 の関係者なんか本当によく八戸に来ます。で、必ず来ると、まあ、横丁にも朝一目連れてって、まあ、関西市会館とかにもご案内をしているんですけど、そうするとですね、一人で来た人が次来るとき3人ぐらい来るんですね。また翌年は5人ぐらいになってきたりとかっていうことで、今、毎年年末にですね、12月29日恒例の忘年会があるんですけど、まあ、60人ぐらい全国から毎年集まるようになりました。で、九州からも今年はですね、福岡からも来ましたし、大分からも来ました。その人たちは12月29日に合わせて八戸に来て、そのまま元日までいるんですよ。年越し八戸の横丁でするんです。この間僕ここ3年間、自宅で31日年越しやったことないですね。もう7時ぐらいになってですね、紅白始まると、ちょっと出かけてくるからっていう家族が、今日も行くんだとかっていうぐらい、毎年ですね、たくさん八戸に来てくれるんです。それぐらい来た時の感動が大きいです。せんべい汁も食べてみて美味しさがわかるんですけど、八戸も来てみてすごい良さがわかって、次からたくさん、なんかもう帰って彼らは自慢するんですね。八戸に行ったらこんな楽しいこといっぱいあってっていう口コミをどんどんやってくれるんです。それはもちろん口でも言いますし、ツイッターで発信したり、フェイスブックで発信したりして、来る時は何倍にもなってまた次に帰ってきてくれるっていうのが、僕は八戸の魅力の一つだと思ってるんですね。だから、この次は、今度、旅に行こうと思った時の5本指に、まあ、神戸にも行きたいかもしれない、長崎にも行きたいかもしれない、函館にも行きたいかもしれないけど、でも八戸もちょっと気になるよね。東北、北東北に行ったら八戸が絶対外せないよね、ちょっと寄ろうよね、っていうふうに思ってもらえるような、ディスネーションの時に必ず八戸が入ってるっていう、そういう世界を僕作っていきたいな、というふうに思っています。はい。でも、語っていただきありがとうございます。今、共通の、出てたんですが、木村さんもせんべい汁をナンバーワンに住むのに12年かかった。そして、関橋さんもキットカットをキットカツに住むのに10年ほどかかったと。そして、博報堂の高橋さんもいろんなものを進めるには、そう、一長一短で進むことではないということで、今、国立公園になって、来年、再来年、八戸にたくさん来るかというと、そうではないという部分があって、先ほども楽屋で、ナンバーワンにならなきゃダメよねっていうお話をちょっとしてたんですね。
金メダル取って8度目が有名になりました。全米人も木村さん、2位までに6年続いてるけど、ナンバーワンになった時とか、なんか知名度が違うって言ってましたね。全然やっぱり1位はどこっていう話を、あの、高橋さんもおっしゃってましたよね。はい。今でダメなんですかみたいな。そうですね。今でダメなんです。関谷さんどうですか？一番じゃなく、皆さんだって、例えば、あの、一番大きな湖はどこかってわかりますよね。二番目どこですか？わからない人の方が。そう、二番目になるとほとんどダメなのは、今情報がものすごく多いので、今マーケティングの傾向から言うと、上積みしかみんな取らないんですよ。ですから一番しか取らない。というような傾向、もちろんいい傾向じゃないですよ。でも一番だけの情報しか取らないというような時代にもなってしまったので、どんなニッチでもいいんですよ。とにかく一番になる。っていうようなことをしないと、マーケティング的にうまくいかないっていう時代に突入しちゃったんですよ。そうですね。そういう意味では今、B 番が金賞を取って一番になった。これを次にまたつなげていって、国立公園との対策も必要ではないかなということで、あの、高橋さん、そういうところではどう思われますか？そうですね。なんか、先ほど、関谷さんもおっしゃってた、何でもあるというか、本当、貴重の講演の方でもありましたけども、時代が、風が吹いてるというか、潮目が、変わってきてる。で、関谷さんの中から、団体から個人へっていうところをまた確認してる。私どもまさに、マーケティング、PR やるときにもそういう時代に来てるんですね。私たちは、それを、with B から with C へ、with C の時代っていう位置づけってるんですね。B っていうのはビジネス。ビジネスを、取っていけば、そこに、事業的についているところから、C っていうのは、コンシューマーですね。一人一人、まさに個人。ですので、ソーシャルメディアとか、個人がもう繋がっていって、中抜きって言ったら変な感じですけど、ダイレクトに繋がる状態になってきているので、先ほどのいろんな煎餅汁、それから国立公園、ゴールドメダル、いろんないい要素を、繋がっていくようなチャンスで一番聞きたい。じゃあ、この潮目に乗らなきゃいけないということですね。はい。そういうところで、じゃあ、お三人がこれから八戸をプロデュースするとしたら、どういったプロモーションされるかということを、最後の質問で、もう時間があっという間なんですが、そうないのね。本当に時間ないですね。じゃあ、関橋さんからお願いします。ですから、僕は、ブランディングっていう観点でやっているので、実は、マスマーケティングみたいな大きなマーケティングから今ちっちゃいマーケティングにも完全に移行しつつあるんですよ。で、ちっちゃいマーケティングは何かっていうと、要するに個人個人の感情を扱うようなマーケティングなんです。ですから、ものすごく大好きになってもらうとか、その人の気持ちの中に、例えばキットカットっていう種を入れて育てるのは消費者自身なんですよ。メーカーとかじゃないんです。で、その人がこれを持って、うまくいったーと。っていう、例えば八戸に一回来て、すげえ。そうすると、種が入りますよ。で、そこでもう一回行くと、今度、あ、なんかこんなことも発見した。で、だんだんこう花が、で、だんだん実になっていく。そうすると、その人と八戸の関係は、ものすごい絆で結びつけられる。それをマーケティング的にボンディングって言うんですけど、もうくっつくと、自分の体の一部にそのブランドがなるわけです。そうするとどうなるかっていうと、どっかいいとこない。あるよ。八戸だよ。っていうふうに言うわけですね。今そういう時代にネットが主流になったので、そういうことになったので、一人を落とせば、後ろに一万人いるってことです、ね。ですから、ものすごい強いファンを作るっていうのが、ブランディングの使命なんです。つまり、ロイヤリティを高めて、ものすごい、めっちゃ好きっていう人いたら、その人、大概、懐も、財布の紐も緩みますよね、当然。好きなものに対して。ですから、ブランディングって実はイメージじゃなくて、売り上げが上がる。実際に、キトカットは、ずっと、ポッキーの後陣を廃してたんですけど、1月2月売れるんですけど、その他売れない。やっと、去年、チョコレート業界で第1位になったんですよ。そういうこともできるわけです。ですから、これからは僕は本当に機能的な、これが美味しい、なんとかがいいとかっていうことがベースで、その上に、それを、
調味したり干渉したりするの感情ですね。気持ちをどう動かすかっていうことがものすごく大事。で、喋りすぎかな。それで、例えばアイディアとすると、ですから、試作をいきなり決めるよりも、その上位概念のコンセプト、僕はブランディングアイディアって言うんですけど、その上位概念決めないでやるのめっちゃ多いんですよ。最近いろんな地方行政に呼ばれて、福島だの金沢がいっぱい行ってるんですけど、みんな次何やる？ネーミングしようとか、イベント何するって、そこを決める。それは最後です。後なんです。先に何を伝えますか？その後でそのイベントなりネーミングというのは、how だ。どのように伝えるか。このプロセスがほとんどできてないんです。ですから、八戸が例えば、本当に交通のハブがあって、本当に、例えば行きやすい、来やすいっていうことがすごくあるなら、例えば、東京から一番行きやすい田舎です。で、僕は田舎っていう言葉は、東京の人にとってはナイスなんです。田舎の人にとってはすごく差別用なんです。でもその田舎っていうのは、例えばカタカナで田舎って書きますよね。日本で一番素敵な田舎になる。という上位概念を作るとかですね。で、例えば朝グルなんかやってましたけど、朝グルもまあ物理的に朝一がいいとかなんとかですけど、今実は朝っていうものが日本のマーケティング的に見直されてるんです。だから、朝マック。朝からマック風の会って私は嫌ですけど。それとか、あと、家具業界のイケアっていうのが、朝の時間帯に人を呼びたいので、朝の レストランとか食事をブレックファーストを用意したんです。それだけで本当に2倍、3倍になるわけです。人が来るのが。で、来さえすれば売れるわけです。八戸も来さえすれば分かってくれるわけです。ですから、今の世の中の人は意味を求めて、大義名分とか意味をすごく求める時代なんですね。物質的な反動だと思います。ですから、例えば、朝が日本一楽しい街。というようなことを作る。それとか、まあ、例えば女性っていうことに一番活動力が今ありますよね。もうすでに。男ダメですけど。で、ですから山があるだろう、林業があるだろう、神社があるって。みんな、今までの日本的なものに日本、女の人たちは行くわけですよ、ね。だったら、あちらは海の街ですから、漁業があるってのを作ればいいじゃないですか。いや、マジで。すごい。漁業ガーッとかってやったら、ものすごく漁業のイメージがガラッと変わるんです。それと、もう一個だけね、最後にね。最後に言いたいのは、僕が外資に行ったのでよくわかるんですけど、実は、欧米人とかっていうのは知識層がすごい多いんですよ。で、実は東京、京都なんかあんま好きじゃないです。だから今本当に、北海道の山の中とか、吉野の本当に、山、お寺とか、そういう不思議な日本人もあんまり行かないようなところに行く人がものすごい増えてるんですよ。ですから、八戸にそういう外国人を連れてくることで、あ、外人が行くなら私も行こう。日本人ミハですからね。それで追随しますよね。というように、外人を出しに使って、例えば東京、伊勢の人を呼ぶっていうような、とにかくそういうような、最初にその上位概念、コンセプトを作ってからやりましょうっていうことが私にとって一番大事なことだなっていうふうに思っています。ちょっと長くなりました。失礼しました。ありがとうございます。じゃあ続きまして、高橋さんお願いします。はい。できないです。僕はですね、種差海岸が国立公園になるっていうことを、プロデュースしたいな。プロデュースさせていただいたらこんな風にやりたいなとちょっと考えました。で、今関谷さんの方からもお話が出たキーワード、実は被っているところがあるんですけども、女性っていうキーワードを立てたいなっていう風に思いました。昔にはあんまり女性は少ないんですけれども、八戸って、やっぱこれも最初に行った時に、それこそ木村さんに、横丁、民力横丁とか連れてっていただいて、またさらに横丁っていうのあって、宣伝汁、日本酒飲んでるってことだったんですけども、帰って、なんか八戸って、
女性っぽいなっていうか、色っぽいなっていうふうに感じたんですよね。で、やっぱり横丁自体が、まあそういう、構えになっているところがありますし、吉永小百合さんが写ってるっていうのがぴったりだなっていうところがあったり、エンブリもですね、すごく勇壮なんですけども、なんかこの首のこういう中を、なんとも言えない、こう、ひねりみたいなところとか、それから色使いですね、星の。すごい色が、綺麗な色で、ある女優さんを連れて一緒に見たら、やっぱりこれって本当、遠くにこんな色あったんですかっていうふうに、一番感心されたんですけども、やっぱなんかその縁があるというかですね、すごくその、生めかしさというか、港町とかあるんですけども、すごくその色っぽさっていうところが、特徴的なんだなという感じです。ですので、その女性というところをベースに置いたら、金差し会談ってどういうふうになるのかなっていうのを、ちょっと考えました。で、先ほどお話しあったように、日本社会全体もですね、私、内閣府の男女共同参画というところに出向させていただいたのもありまして、先ほど大島先生もいらっしゃってますけども、こう、女性のパワーをもっと活用していこう。それによって日本の活力をつけていこうというものが、いろんなところで今、推進されています。それは何も男性から仕事を奪うというよりは、やっぱり働きやすい環境を作っていくとか、いう、すごくその政策的に、あるいは経済的にも重要な課題になっています。でもっとわかりやすいところで言うと、皆さんお記憶にあるように、なでしこジャパンって見たときにですね、やっぱりこれちょっと、みんな、男性も含めてワクワクする。この、なんて言うんでしょう、一人一人が、アメリカの選手とかドイツの選手とちょっと違って、個性小さかったり、大きかったり、速かったりっていう個性それぞれ持って、最後決勝の時も、なんて言うんでしょう、決死の覚悟みたいなことではなくって、いつも通りにこれでやっていこうと。で本当に自分を出し切れば、絶対いい結果がついてるって監督も含めて、あの姿を見ると、まあ、女性ではあるんですけども、日本人として、やっぱこういう、なんて言うんでしょう、自分を信じる、仲間を信じるみたいなことが来たんだなというような時代が感じてきていて、やっぱり女性のパワー、女性性みたいなところですね、今非常に、大事だなというふうに思っています。で、そこをこう、差し込んで見ていくと、種差し海岸を考えてみたら、株島さんは、弁天様ですよね。やっぱり女性の神様、っていうところだったり、それから株島に、毎回来る峰子も、ガイドの関下さんに聞いたら、必ず、これは、目音で、はい、浮気とかしない。一生そういう。ですよね。で、しかも、子供を産みに来ると、まあ、そこに。っていうことは、まあ、やっぱり女性にとって特別な場所だというふうに思いますし、草野新平さんがザボンのような満月っていうことを見て、写真すごく僕も好きなんですけど、月はもうまさにこう女性の、象徴、言葉でも女性っていうことなので、やっぱなんかその全体の自然が持つ力っていうのは男性性よりもやっぱり女性が強いような、そういうなんか印象というかイメージになったので、これをちょっとうまく、生かしたらいいんじゃないのかなっていうふうに思ったんです。そこが、あれで、で、ちょっと、一個ですね。これはさっきの関田さんに、ハウから、というところで、僕実はアイデアを、今日これどうでしょうかっていうのを考えちゃったんですけども、はい、その女性で、種差し会談で、ちょっと、パッケージいいですか。これが、国立公園でできる。ヨガ。ヨガ。ちょっと次も見てみて。まあ、ヨガですね。で、東京エリアにいる方々だと思いますので、皆さんご存知のように、最近その、ヨガっていうのが、いわゆるその宗教上のインドとかそういうところではなくて、まあカリフォルニアとか、それとかこうスタジオのヨガとかありますし、こうまさに海岸で、こうちょっとマイナス4がいいところでっていうようなアウトドアウェイヨガになってるんですよね。で、ヨガっていうのはもう完全にその、精神的なリラックスと、あと肉体的に美しくなりたいみたいなところがあるので、こういうヨガをですね、次見ていただくと、ここですね。この司馬遼太郎先生が、宇宙人が来たら最初に紹介したのはここだっていうふうにおっしゃったところに、まあ、美しさと、
それから自分自身の満足感を求めて、先ほど関谷さんおっしゃった一人を落とせばっていう時に、今本当アクティブな女子がですね、アウトドアもしっかりですけども、キットカットもしっかりですけども、世の中を引っ張っております。本当に彼女は自由に、なでしこはそうだったように、おしゃれ、ファッショナブルに、で自分のスタイルで、ウィズシーで、団体というのは個人で仲間と一緒に来るという環境が生まれるので、ここで何かそのバードウォッチング、お花をウォッチングするとか、ウォーキングするって、これはもうあるんですね。おそらく国立公園になるということで、お初で来るということがあるので、今までないものを一つ導入する、新しいお客さんを入れるというような方向の一つに、アクティブな女子を、お招きして、で、こういう特別な場所で、特別な世界で初めて国立公園の中で、で、一番北にある不思議な天然芝で、お月様を見ながら、もうみんなが気持ちいいって思うところで、自分たちの大好きなヨガができるんですということをお誘いすれば、いろんな方が来るというふうに僕は思いますので、トリガーとしてですね、まあ、こういうアイデアも一個、やれればいいな、なんていうふうに思います。ご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。はい、もうツアーの一つできそうですね。ありがとうございます。では木村さんお願いいたします。はい。時間もないくなってきました。短いきます。僕その先ほど古川部長さんから旅行スタイル変わってきたよという話がありましたけど、まさにその通りで、八戸が今いろいろやってる取り組みの多くはですね、その無理に新しいものを作ってないっていうところがすごくいいと思うんですね。新しいものを作るとやっぱりそれが定着するまで数時間かかりますけど、まあ、せんべい事務しても横丁にしても朝市にしてもサザンにしても昔から八戸の人たちが楽しんだり美味しいものを味を味わったりとかしてるものに、まあ、旅行者もどうぞ一緒にやってください、一緒に参加しませんかっていう呼びかけをしてるのが多分すごく今のスタイルに合ってきてると思うんですよ。だからこれってここで終わってしまうと、まあ、1回来て終わりってことになるんですけど、2回来ればまた新しいものになったり、3回目にはまたこんなこと取り組みしてんだっていうのを次やっぱり我々観光の会もですし、地元の人たちも新しいものをどんどんこう伝える努力をしていかないといけないだなというふうに思っています。なので、今年は、まあ、八戸にもたくさんそのいろんな魅力がありますよという話を先生にもしていただきましたけど、やっぱり少しこう突き抜けてきたその国立公園のことがあったり、まあ、食でいうと、まあ、せんべい汁もそうでしょうし、サバもそうでしょうし、少しこう抜けてきたものがあるので、それらをうまくこう確認しながら、いろいろな八戸の魅力の乱反射みたいなことを起こしたいなというふうに思っています。八戸が、まあ、東京から見ても、まあ、北海道から見ても、すごい、こう、キラキラ輝いて見えるような、そういう乱反射のさせ方を、なんか、できればいいかなと思っていました。はい。はい、アイデアがいっぱいありそうで、期待しております。それでは、お二人だけ教えっていうのはちょっと言われてましたので、で市長、突然の振りですが、何か一言、感想、もしありましたらば、思いもあると思いますので、よろしくお願いします。突然の振りですね。田中さん、杉谷さん、健介さん、本当にありがとうございました。まあ、これからも、八戸の、まあ、街づくりの未来を考える上ですね。先ほどお話をいただいたと思っています。何でもあるというお話だったんですけども、本当にその一昔前は、初めは何もないと言ってきた。土地があるで、まあ、産業として、生産としてですね、稼いでなのかというような感じで、私も小さい頃はそういう世界でありましたので、まあ、観光というのを真面目に取り上げてですね、それがなんか街の現実につながっていくというその取り組みを始めたのは、まあ、本当にごく最近だということが言えると思います。それも行政指導というよりは、まあ、一つは新幹線の関係というのがありますけれども、民間の皆さんがですね、会員証拠などが中心になって進めてきて、それにまあ行政側から農家についてですね、そして我々もやめがいなというの現実であります。まあ、そういった中でですね、その観光のスタイルも変わってくるし、それを受け止めて、まあ、八戸市として、その、まあ、町の現実の中で守っていきたいというのは、まあ、当然なんですけど、なんか、その観光業がいっぱい来て、お金を下ろしていって、経済がですね、良くなるという
ことだけではないなというふうに思ってまして、やはりまあ、我々のこうライフスタイルというか、八戸で住んで暮らしている人間が、まあ、楽しくやっているというかですね、そのあたりを広めたいなという気持ちがあります。まあ、まさに東京から見ればいなかったけれども、結構心豊かにですね、楽しく暮らしているわけで、そしてまた、まあ、木村局長も来られますけど、今若い人たちがいろんな取り組みする中で、自信を持ち始めているとすごく感じるんですね。なんか、東京でいろんなことが多くなっていると、街はもう本当に朝から晩まで賑やかだと。でも我々の方が心豊かに暮らしてますよ。という平気で、もう自信持ってですね、いう人間、若い人たちが増えてきているというふうに思います。そう思いますよね。すごく出てきてると思って、それを見てもらいたいっていうかですね、まあ、この街はそういう街になってきたっていう、ことがあって、でそれをこう、いろんな形で、まあ、その魅力を伝えていって、花より好きになってもらう、いろんなやり方といいますか、まあ、意味がないさという、おっしゃいましたけど、それのことをいろいろ考えてあるんですね。まあ、試行錯誤していければいいと。まあ、その時にはとか、今もそうなんですけども、ぜひまた、応援があるとして、厳しい言葉も含めてですね、今後とも応援をよろしくお願いしたいと思います。はい、市長ありがとうございます。突然でございました。短い時間ではございましたが、これでもう時間になってしまいましたが、まとめるのはとても難しいのですが、私から皆様へのお願いは、今日は八戸のこれからの飛躍への種を求めてというテーマでございます。こちらにいらっしゃる皆様お一人お一人が種となって、八戸が大好き、八戸が誇れるというように種まきのお一人になっていただきたく、そして市長が先ほどおっしゃったように、私たち地元に住む私たちが八戸の種となる誇りを持って、八戸大好き、おらの町大好きと言って発信をしていくこと、それがナンバーワン、八戸大好きな市民が一番いるのがこの日本の中で八戸市だよというようにして、これをさらに逆に持っていきたいなと思っております。女性的な八戸とも言われましたが、その優しさをこれから全国に世界に発信していきたいと思いますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。で、以上をもちまして種るディスカッションお開きとさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。